村上閣一将は2年11月15日は、日本の海軍軍人、海軍大将、清浦内閣の海軍大臣、佐賀県出身、陽明はけさ之す養子に海軍少将,将、村上信之助、また人娘は海軍少将,将、横井忠夫と結婚している、佐賀藩士、村上雄区の長男、地方官となった父の認知に移り、 栃木県医学校予科を卒業。工業者を経て、明治17年に海軍兵学校を26人中自席で卒業。同期で対象昇進を果たしたのは村上のみである。明治26年に防護巡洋艦、吉野の開校委員として、イギリスに出張、同艦水雷長となり日清戦争に出征した。その後、明治28年3月から3ヶ月間、 西郷嗣道海軍大臣の下で、秘書官憲副官を経て、同30年にフランスへ留学する。同地で駐在する傍ら、伝書バトに関心を持ち、研究した。明治33年に基調、以後常備官大三謀、横須賀鎮寺府副官、同三謀、戦官、陳炎副長を歴任。明治36年に、巡洋官、千代田官長となる。この千代田で、 日露戦争開戦直前の二川港に入り、港内に闘病するロシア巡洋艦バリアーグの動向を探るとともに、同地の邦人居留民保護に従事した。陽気に酒を振る舞いなごやかに談笑する村上に、居留民たちは絶大な信頼感を抱いた。戦線が布告され、いよいよ二川沖海戦が始まろうという日の前夜に、村上は、ロシア館に発見されることなく千代田を抜病して、 公外に逃れ、ウリュウ外基地司令官率いる攻撃艦隊にバリアグの最新情報を届けている。日本海海戦では、装甲巡洋艦、アズマ艦長として参戦し、第二艦隊司令部の独断に従って、敵艦隊の撃滅に成功している。その後、明治四十一年に海軍少将へ進級、同時に海軍教育本部の二課部長を、兼任。さらに翌年には、 兵器開発の推進機関である海軍管制本部第一部長も兼ねて一人に役を務めた。管制本部第一部長時代には村上の電気に必ず取り上げられる逸話がある。巡洋戦艦、金剛の建造をイギリスに依頼するにあたり、村上は合計14インチ手法の採用を強行に求めた。まだ戦艦手法の口径が12インチだった当時、 未知の領域だった14インチ手法に手を出すことは無謀と思われた。しかし、村上の主張は大正解で、1910年代の列国の戦艦手法はことごとく14インチになっていた。大正元年、海軍中将に進級し、呉海軍交渉長となるが、シーメンス事件の旋風が吹き始めると、艦西本部で、 金剛の建造に深く関与した村上にも疑惑の目が向けられた。その真偽を確かめるために軍令部第一般長の秋山正幸少将が村上のもとへ使わされた。感謝で秋山を迎えた村上はおもむろに自身の預金通帳を差し出すと、私の全財産はこれだけです。どうぞご覧くださいと言った。これには秋山もたまらず。 通帳を開けずにそのまま村上に返すと、自らの比例を詫びて号泣した。こうして、村上は不問に付されることとなり、その年の5月より1年半にわたって、管制本部長を務める。主力戦艦の計画、偵察巡洋艦の流行、航空機の採用など、第一次世界大戦を契機に起こった、兵器革命に対応すべく、技術開発面の指揮を取った。 大正4年12月には第一次世界大戦に対応した臨戦編成において南方に進出した第二艦隊の留守部隊として第三次第三艦隊が新編され村上はその初代司令長官に親保される議官としてまた軍政官として活躍してきた村上にとってはこれが唯一の現場指揮官となった留守部隊であるだけに第三艦隊には 対戦の前半においてはあまり目立つ動きがなかった。ところが皮肉なことに、大正6年4月に、村上が司令長官を退任するやたちまち、ロシア革命が勃発、第三艦隊は、シベリア出兵など、ソビエト連邦を東側から封じ込める作戦で活躍し、宴会州方面での主力部隊となっている。一年半の長官生活を終えると軍勢に復帰し、 教育本部長となった。在任中に村上は海軍の教育本部を陸軍の教育総幹部のように海軍の教育機関、すべてを干渉する組織に改編しようと画策した。その一部が実現したのは村上が本部長を退任してから半年後のことで海軍経理学校と海軍軍医学校の直轄化が達成された。この間、対象7年7月2日に 村上は海軍大将に進級した。かつて新政府海軍が発足した頃、海軍では佐賀藩出身者が薩摩藩出身者を凌駕するほどの存在だったが、その後海軍が薩摩閥の画嬢となるにつれ非前派の士官はことごとく、大正昇進を目前に海軍を去ることとなった。そうした中で、村上は佐賀県人大望の海軍大将第一号であり、 その後、百武三郎、阿保木良和、百武元護、吉田前後、小上根市と続く、海軍大将の講師となった。この後、呉陳述司令長官を経て、軍事参議官となり、対名間近と思われた矢先の大将13年1月、宝部氷前海軍大臣から公認に指名されて、村上脇良内閣の海軍大臣として入閣する。しかし、 陸海軍大臣を除くすべての閣僚を、有借者と貴族院議員で当てた、清浦内閣は、特権内閣だとして批判され、五権参拝による、避難豪豪の嵐に打たれて5ヶ月で画界。村上は、大臣としての手腕を発揮する機会もなく、海軍省を再び宝部に託して、表舞台から去っていった。その後軍事参議官を、半年務めた後、体調不良もあって、 予備役編入となった。昭和2年11月15日死去、満65歳。ジュニーが増位された。数学に強く、技術に関して強い関心を持ち続けた。記憶力が良く、晩年の療養中に蓄音機に関心を持つと、レコードごとに一番良く、聞こえる回転数を調べてこまめに記録していたという、逸話が伝えられている。ありがとうございます。